はい、ゆうチャンネルです。今回は買い物動画となります。まずはラブライブのセカンドシーズンブルーレイ第3巻特装限定版です。今回はりんちゃんがパッケージですね。いいですね。2期になってからりんちゃんが結構押されてますよね。嬉しいです。まあ、裏面はいろいろ封入特典とかが書いてあります。またこのパッケージと同じシリアルコードがゲットできるので楽しみです。続いてはラブライブのサントラ CD です。まあ、こちらは予約はしておいたんですが、まあ、曲名がたくさん載っていて、まあ、ただどんな曲かわからなくて、まあ、ただサントラですから劇中で使用されてるはずなので、聴けばあーこれだってなると思います。そしてクリアファイル付き、初回生産限定封入はあなたと秘密の放課後デートカードだそうです。またメンバー9人とかランダムなんですかね。まあ、ただ特に書いてはいないので、これは開封の時にチェックしてみたいと思います。続いてはアイカツのサントラ CD アイカツの音楽2です。まあ、01は僕は持っていないんですが、02が出るということで今回買いました。そして初回生産特典としてオリジナルのアイカツカードが封入されるそうです。トリコロールのカードなんですね。ちょっとどんなカードかわからないんですが楽しみです。まあ、曲はだいたいこんな感じで、まあ、さっきのラブライブのサントラと同じように劇中で使用されている曲が入っていると思います。まあ、あとはキラパワーのテレビバージョンとかですね。絵柄もまたこれ可愛いですよね。買った商品はこの3点となります。あとはフェアでもらった商品を紹介します。前回のラブライブのブルーレイ第2巻の時にも紹介はしたんですが、現在もラブライブフェアインアニメイトといって、アニメイトでラブライブの商品を買うと1000円ごとにこちらのステッカーが1枚もらえます。そしてこちらは封筒に入っている通りランダムとなっています。まあ、前回開けて僕はニコちゃんが当たったので、まあ、今回は何が出てもいいですかね。まあ、ただ今回ブルーレイとサントラを買ったのでステッカーを大量にもらいました。全部で11枚あります。これは逆にコンプしないとダメですよね。コンプを目指します。続いても景品です。ちょっと大きくて映らないんですけど、これはタペストリーです。前回もやってはいたんですが、オーディオビジュアル祭りというのがやっていまして、 CD や DVD、ブルーレイを買うと1000円ごとに1ポイントもらえて、まあ、そのポイントを貯めて景品と交換するっていう形ですね。今回僕は15ポイント貯まったので、店舗オリジナル特典と言われたのでこちらのタペストリーに交換しました。こちらは IS ですね、インフィニットストラトス2のタペストリーです。商品は以上となります。詳しいそれぞれのレビューは別にあげますのでどうぞご覧ください。今回もご視聴ありがとうございました。